ラジオ高等時刻は10時になりました。みんなで作る伝統未来水彩都市高等ラジオ高等。この番組は区政情報、さまざまな街の話題をお伝えします。こんにちは、望月香織です。本日はティアラ高等ジュニアオーケストラについて取材リポートをお送りします。取材は感染防止対策に十分配慮した上で行いました。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りします。ティアラ高等ジュニアオーケストラは春からの新団員募集のため練習見学会を開催します。高関健さんの指揮と東京シティフィルハーモニック管弦楽団奏者の指導で9月の定期演奏会に向けて練習します。見学会の日時は3月13日日曜午後6時から7時。会場はティアラ高等大ホール。費用は無料です。当日直接会場までお越しください。詳細は区報3月1日号ご面をご覧ください。それでは取材リポートをお聞きください。本日はティアラ高等にやってまいりました。早速お話をお聞きしたいと思います。ティアラ高等の職員さんです。高橋さん、よろしくお願いします。こんにちは、高橋です。よろしくお願いします。まずですね、ティアラ高等でジュニアオーケストラの見学会が行われるということで、はい、本日お話を聞きたいんですけれども、はい、まずジュニアオーケストラとは何なのでしょうか。はい、はい、ジュニアオーケストラはティアラ高等で、主催をしている、オーケストラで、小学校の3年生バイオリンが3年生4年生から大学生までが在籍している、オーケストラです。指導者が、東京シティフィルの、プロのオーケストラのメンバーと、指揮者の方が毎回来てくれて、指導するということで、レベルの高い、指導をして半年に一遍の演奏会に向けて練習を進めているところです。はい、小学校4年生から大学生まで、はいはい、結構年齢幅は広めなんですね。そうですね、かなり幅広いです。はい、楽器の種類は普通の一般の方のというか、はい、オーケストラの楽器の種類があるんですか。はい、オーケストラので使ってる楽器を使いますので、まあ、弦楽器だったらバイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス、それからフルート、クラリネットなどの木管楽器、それからトランペットとかトロンボーンとか、まあ、吹奏楽部とかで使われるような金管楽器、それから打楽器ですね。今日ちょっと打楽器も持ってきてみました。目の前に、おお、いい音が。これ私知ってるんです。ティンパニーですね。そう、ティンパニーです。はい、はい、こういう打楽器は大きいものは段というかティアラコートで用意しているので、はい、まあ、練習しているところですね。なるほど、はい、大きい楽器は持っていなくても安心してくださいということで大丈夫でしょうかね。はい、はいはい、そのジュニアオーケストラは活動はいつからされているんでしょうか。はい、2006年に設立しまして、はい、去年の演奏会で15回年1回の演奏会をやったところです。はい、それはなんかこうやり始めるきっかけというか何かあったんですか。ティアラ高等には江東区の芸術提携団体という、芸術2つの団体がありまして、はい、東京シティバレエ団というプロのバレエ団と東京シティフィルハーモニック管弦楽団というプロのオーケストラがあって、はい、江東区と提携をしているんですが、それぞれの団が江東区で、まあ、地域のためにということで活動したいということでティアラ高等ができた時に提携を結んだんですね。はい、で、その2つの団体が地域の子どもたちにということで先にジュニアバレエ教室というのが始まってやってたんですけども、はいはいはい、オーケストラも、子どもたちの育成のオーケストラをという、まあ、夢はずっとあったんですけども、うん、なかなかやっぱり楽器の準備とか
たくさん必要なので、はい、すまなかったんですけども、いよいよということでその2006年の時にやっと準備が整って、はい、スタートしたというふうに聞いております。はい、今お名前の上がった東京シティフィルさんは、はい、レインボータウン FM でねラジオもやってるんですけれども、はいね、なんかあんなにも楽器がうまくて秀でてる方がおしゃべりも上手なんだなって改めて思ったんですけれども そ,、ね、はい、それを考えるとちょっとねジュニアオーケストラの方も一回出てもらえないかななんて思ってしまいますね。そうですね。ラジオ系ですよね。そうです、あの、はい、ラジオ系、あのレインボーさんの番組、はい、に出てるファゴットの水上さんという、はいはいはい、ファゴット奏者の方もあの指導者の中の一人としていらっしゃって、はい、すごく優しいんですよね。そうですね、おしゃべりがお上手なので、はい、ああいう風に教えてもらえるのかなと思うと、私もすごく気になります。本当に優しく教えてくれています。はい、ぜひ、ね、はい、皆さんもラジオ系聞いていただきたいですね。はい、水曜日の10時半ですかね。はい、そうです、はい、さすがです。はい、そんなジュニアオーケストラさん、年に1回の演奏会と先ほどおっしゃいましたが、はい、何月に開催されているのでしょうか。はい、毎年9月の、第1日曜日ということで、はい、これまでやってきていまして、はい、去年は8月になっちゃったんですけども、また今年も9月の第1日曜日に向けて、演奏会をということで準備をしているところです。はい、定期演奏会ということですね。定期演奏会ですね。はい、それは、はい、小学校4年生から、まあ、大学生の方まで、はい、学生さんが、ね、メインだと思うんですけれども、はい、練習の頻度というかどのぐらいやられているんでしょうか。はい、月に2回から3回で、はい、土曜日か、まあ、日曜日ですね、週末の夜に、はいはい、6時からなんですけども、ティアラコートに皆さん集まって、はい、夜の大ホールが開くことが結構あるので、はい、大ホールで合奏練習をしたりとか、まあ、他の練習室に分かれてパート練習をしたりとか、はいはいはい、重ねて、仕上げていくというふうになっています。そうなんですね。はい、私学生時代ちょっと吹奏楽経験者なので、その辺のありがたみはよく分かるんですが、ホールで練習ができるって素晴らしいことですよね。はい、そうですね、なかなかできないです。はいはい、広い空間で思いっきり音を出せるっていうのは、まあ、ティアラがやってるジュニアオーケストラならではの、いやそれは嬉しい、ありがたい、入りたいところだと思います。すみません、年齢的にアウトなんですけど、それは嬉しいと思いますね。はい、贅沢だと思います。そう、本当にそう思います。はい、今団員の方は何人ぐらいいらっしゃるんですか。はい、今は58人になりました。58人なんですね。はい、やはりこう楽器はこうバランスよく人数が揃っているんですかね。そうですね、今のところ、だいたいバランスよく整ってますけども、はい、もうちょっと、チェロコントラバスが欲しいなとかね、あのパートによって、はい、欲しいパートもあります。はいはい、やはりその大学生までということで、はい、もちろん卒業してしまう方も、ね、そうなんです。はい、そうなると募集する楽器が増えるということですよね。はい、皆さんやっぱその進学とか、うん、受験とかでいろいろそれぞれの道に行かれますので、はいはい、新しい団員を常に募集をしております。なるほど。はい、今回ですね、その団員募集ということを見たんですけれども、その団員募集にあたっての練習見学会が開催されるということですよね。はい、はいはい、これが3月の13日日曜日、はい、13日日曜日午後の6時から7時、はいはい、これはティアラ高等で行われるんですね。そうですね、普段の練習を見ていただこうということで、はい、練習日に当ててるんですけども、この日はですねちょうど次の週に本番を控えてまして、はいはいはい、3月20日に、コートジュニア音楽祭というのがあるんですが、はい、それに向けての、合奏練習の日になってまして、はい、ちょうど緊張感も高まっていて、そうですね、仕上がってきているところなので、はい、ちょっとね いいところを見せて、はい、ぜひ自分たちもやってみたいって思う子たちが、うんうんうん、来てくれたらいいなと思っております。はい、本番の1週間前の練習を見学することができるんですね。はいはい、これも贅沢で貴重な機会ではないでしょうかね。団員の方もね、そのお客さんが入ることによって、はい、本番さながらの緊張感で練習ができるというのも、はい、お互いこうウィンウィンだなというふうに思ってしまう、ね、そうですね、はいはい、これは行きたいなと見たいなと思った方は、はい、会場へ行けばいいでしょうか。はい、入団ちょっと見てみたいなという方は直接会場の方に、13日日曜日6時スタートなんで、はい、直接来ていただければそれで大丈夫なんですけども、詳しく聞きたいという方がどういうふうに活動しているとか、はいはい、詳しく知りたい方はお電話いただければ担当の方からこれいろいろお答えできると思います。わかりました。今ティアラコートのホームページにも、団員募集の記事を出しておりますので、はい、ティアラコートジュニアオーケストラと検索していただければ
出てくると思います。はい、わかりました、はい、もう一度お聞きしたいんですが、はい、小学校4年生から大学生まででしょうか、ね、そうですね、大学2年生まで大学2年生まで、入団できる条件になります。はい、あと、まあ、基本的に楽器を、まあ、一応やったことがある、あ、経験者ということですね。はい、はい、募集楽器はどちらになりますか。募集楽器はバイオリン、それからビオラ、チェロ、コントラバス、フルート、オーボエ、クラリネット、ホルン、トランペットとなっております。はい、これは入るときにオーディションも開催されるんですか。そうですね、一応どれぐらい吹けるかというのを、まあ、講師が見ますので、はい、オーディションをやって、で、それから入団を決めるというふうになります。なるほど、ちょっとドキドキしますね。はい、そしてですね、はい、先ほど、高関さん、指揮者の高関さんと、はい、東京シティフィルさんの、はい、指導もあるということなんですが、はい、それはどのぐらいの指導を行われるんでしょうか。はい、高関健先生は日本を代表するトップの指揮者なんですけども、はい、かなり練習に来てくれてですね。あ、そうなんですね。はい、半年で15回の練習なんですけども、はい、まあ、半分近くがそう見てくださってますね。すごいですね。はい、はい、で高関先生もとても丁寧で、はい、的確に指導をしてくださるので、うん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 、子どもたちの出す音色がこう、はい、変わってくるのがすごくわかるんですよね。それは見ていてもすごく楽しいですね。はい、やるたんびに上手くなっていくのがよくわかります。シティフィルさんも、東京シティフィルさんの指導も入るってことですか。はい、そうですね、合奏してる間に各楽器の先生が各場所に散って、はいはい、直接隣で吹いてくれ、ね、演奏してくれたりとか、はい、ここはこうしてやると うまくいくよとかってアドバイスをその場でしてくれるんですね。へー、贅沢、はい、今日3回目です。贅沢ですね。はい、はい、私も楽器経験者なのでその辺のこと分かってるつもりなんですけれども、はい、上手い人が隣にいて、はい、真似をしながら吹くっていうのが一番の上達の近道なんですよね。はい、ちょっと興奮してきました、すみません。それは本当に入りたい人いっぱいいるんじゃないかなと、はい、話を聞いていて思ってしまいました。はい、ぜひぜひ。はい、ジュニアオーケストラの団員募集ということで、はい、気になる方はティアラ高等にお電話していただいて、はいはい、内容を問い合わせてもらうということで、はい、よろしいでしょうか。はいはい、高橋さん、先ほどですね、小学校4年生から大学生の方までが、在籍しているとおっしゃっていましたが、はい、そこら辺のちょっと雰囲気も気になるんですけれども、はい、今その年齢バランスでいうと、どこの年齢の方が多いとかはあるんですか。そうですね、弦楽器はやっぱりバイオリン小さい頃から始めてるお子さんも多くて、はい、で去年から小学3年生からバイオリンも、はいはい、受け入れることになりましたので、はい、弦楽器特にバイオリンは小学3年生がちょっと多くて、はい、ちょっと可愛らしい感じになって、はいはいはい、で管楽器は、いや、木管楽器、金管楽器なんかは吹奏楽部とかで、はい、中学校高校の部活動で楽器を経験して入ってくるという子が、比較的多いので、はい、ちょっとお兄さんお姉さんが多いような感じになってます、ね、なるほど、はい、そっか。でもさすがに大きなコントラバスとかはお兄さんお姉さんがやらないとっていう感じもありますもんね。あ、そうですね、はいはい、そっか。じゃあ並びで言うとこのバイオリンとかこう前列の方が、はい、手前の方は小さい子たちが多いですね。後ろの方はちょっとしっかりしたお兄さんお姉さんがいるっていうことなんですね。はいはい、そのなんか雰囲気というか、はい、小学生から大学生までいる、はい、こう和気あいあいとされてるっていうイメージなんですけど、あ、そうですね、その通りですかね。はい、やっぱ見てると、はい、やっぱその上級生の子が、はい、その楽譜のちょっとこう世話をしてくれたりとか、はいはい、一緒にこう練習をはい、やってくれたりとかしてるので頼もしいですね。あ、ちょっとその様子も見てみたいですね。はい、練習見学会で見ることができますかね。はいはい、高橋さんも結構その練習は見られてるんですか。あ、もうほぼ毎回見てます。あ、そうなんですね。はい、東京シティフィルさんはね、もちろんそのプロでやってらっしゃると思うんですけれども、はい、やはりそのプロが奏でる音と、はい、ジュニアオーケストラ、はい、学生のお子さんたちが奏でる音っていうのは、はい、やはり違いありますよね。そうですね、はい、やっぱりプロの演奏はもうこう磨かれた音という感じがするんですけども、はいはいはい、ジュニアオケの子たちは
初めはやっぱりここで音出していいのかなっていうのは不安さが出てくるんですけども、うんうんうん、だんだんこうやっぱり何回も何回も練習するので、はい、重ねていくうちにやっぱりこう音楽に乗ってきてだんだんいい音が出てくるんですね、はい、でそれがやっぱりその一生懸命やってる姿を、まあ、我々は毎回見てるので、うん、あこの子こんなに頑張ってるんだっていうのはすごく分かるので目頭を熱くしてるわけですね。そうですね、はい、それはもう高橋さんいい立ち位置にいらっしゃいますね。それが楽しみですね。成長を見ることができる、はい、今いいお話聞けました。ありがとうございます。そしてちょっともう一回ですね、その演奏会についてお聞きしたいんですけれども、はい、定期演奏会が9月に開催する、はい、今年の分ももう日にちは決まっているんですね。はい、日にちは決まっていて9月の4日ですね、はい、4日の日曜日が、この第16回になります定期演奏会になります、はい、チケットをですね、はい、発売しますので、6月10日から売り出し開始になると思いますので、はい、その頃に、ティアラコートのホームページで情報を出して、はい、どんな曲をやりますとか、出ますのでチェックしていただければと思います。わかりました。3月20日の演奏会はもう間に合わないんですよね、はい、そうなんです、はい、3月20日の、高等ジュニア音楽祭は、うん、おかげさまでもうほぼ完売になってしまいまして、大人気ですね、はいはい、なので、まあ、行きたい方は9月の演奏会を、まあ、6月ぐらいに情報解禁になるので、はい、こまめにねティアラ高等さんのホームページもチェックしていただければと、はい、ぜひたくさんの方に聞いていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今ジュニアオーケストラについての内容をお聞きしたんですけれども、はい、今後ティアラ高等で行われるイベントや演奏会などあれば教えていただきたいです。はい、ティアラ高等は、まあ、ジュニアのオーケストラやバレエの他にもいろんなコンサートをやってまして、子ども向けですと、はい、東京シティバレエ団さんとやるんですけども、はい、0歳からのバレエコンサート星のバレリーナというのがありまして、はい、0歳のお子さんから一緒に楽しめるという。0歳ってバブバブしてますよね。はい、一緒に客席に入って楽しむことができるという、ね、なるほどなるほど、一緒に見て楽しむっていうことですね。はい、物語仕立てになっていて、はいはい、バレエの有名なバレエの名場面をたくさん見れるというお得なコンサートになっております。ちょっとね、将来のバレリーナがねここから生まれてしまうかもしれません。そうですね、ぜひ興味持って、はい、もらえたら嬉しいと思います。はい、そちらのバレエコンサートが5月、はい、5月21日の土曜日、はい、14時開演で、これもティアラコート大ホールですね、はいはい、これはチケットは、はい、もう2月から発売開始になってますので、ただいま好評発売中となっております。わかりました。これはお子さんがいない方でも見に行ける。もちろんです。あ、はい、よかったです、うん、はい、そうか、0歳以上だから誰でも行けるんですね、はい、ありがとうございます、はい、高橋さん、それではもう一度お聞きしたいんですけれども、はい、ティアラ高等のジュニアオーケストラ練習見学会の日時教えていただけますか。はい、3月13日日曜日18時から、ティアラ高等の大ホールで行います。受付は特に予約はいりませんので、直接会場の方に来ていただいて、練習の様子を、見ていただければと思います。はい、では一番最後になりますが、はい、高橋さんからこのラジオを聞いている方にメッセージをお願いいたします。はい、ジュニアオーケストラはですね、すごく、まあ、コロナで少し一回人数が減ってしまって活動がすごい厳しかったんですけども、今だんだん、まあ、やっぱ人数も戻ってきて、すごく一生懸命取り組んでいます。少しでも多くの区民の皆さんに、音楽を聴いてもらいたいなと思ってますので、出会える場所がありましたらはぜひ耳を傾けて頑張ってる姿を見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、もうこの20分で高橋さんのジュニアオーケストラへの愛がたっぷりと伝わってまいりました。ありがとうございました。本日お話を聞かせていただきましたティアラ高等の職員の高橋さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。取材リポートをお聞きいただきました。みんなで作る伝統未来水彩都市高等、区政情報、さまざまな街の話題をお伝えしますラジオ高等、そろそろお別れの時間です。本日もお聞きいただきありがとうございました。ラジオ高等では皆さんからのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。宛先は E メールの方は info@
info@885fm.jp、 info@885fm.jp。 ファックスの方は0356340792、あなたからのメッセージお待ちしています。お相手は望月香織でした。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りしました。